ークシグナとしてな。ダークシグナ、お前の持つ復讐の炎はまだ燃え盛っているはずだ。思い出すがいい。お前の焼かれて消えた兄弟、えぐり取られた故郷、全てはゴドウィンと赤き竜の力によって引き起こされたのだ。そうだ、私の故郷は、兄弟は、奴の手により。だが、まだ私の使命は終わってはいない。私はこの大会に優勝し、その式典でゴドウィンの行った事実を公にするつもりだった。だが、今やそれも叶わぬ夢。ならば、この場で復讐を果たすまで、これを見ろ。無に帰した我が村を。これが私の村だ、私の故郷だ。ゴドウィンは赤き竜を復活させようと私の村を実験材料にした。そして私の村は、村人全員が行方不明、そしてその中に私の兄弟もいた。私はゴドウィンを許すわけにはいかない。そうだ、その無念さを抱えて死ぬのだ。そして新たな力を得るがいい。聞くがいい、死にゆく魂。お前の魂に刻まれた復讐の炎がまだ消えていないなら、私の声に耳を傾けるがよい。お前にもう一度ゴドウィンに復讐するチャンスをやろう。そのためにダークシグナとなり、赤き竜の使い不動優勢を倒すのだ。不動優勢を倒す。幼くして焼かれた俺の兄弟のために、あのゴドウィンに再び復讐するために、不動優勢を。その命、ダークシグナとなりで転生するがよい。隠れてねえで出てこいよ。ふざけてねえで。クロウだ、クロウが帰ってきた。クロウ、クロリーちゃん、お前らよかった、よかった。あそこか、ダークシグナ。
そこに。優勢か。残念だが俺は優勢じゃねえ。だがお前のことは知ってるぜ、ボーマー。まさかお前がダークシグナーになってたとはな。誰だお前は。俺の名はクロー。優勢に代わって俺がお前にデュエルを挑むぜ。お前シグナーではないな。うるせえ。俺がシグナーだろうとなかろうとなことは関係ねえ。お前たちは俺の大事なものを奪った。大事なもの。しらばっくれるな。てめえらが起こした黒い霧で俺が面倒見てた大切な子供たちが全員消えたんだよ。どうして関係ねえ子供たちまで巻き込むんだよ。それがてめえらのやり方なら俺は絶対にてめえらを許さねえ。許さないか。私もあいつを決して許しはしない。どんな手を使おうとゴドイに復讐する。それがたとえ修羅の道であろうと。殺された私の兄弟がその道を選ばせたのだ。ならてめえと俺に理屈はいらねえ。優勢を倒すのはこの俺を倒してからだ。くどい。シグナーでないお前などと戦う気はない。いや、無理やりだろうとお前にはデュエルを受けてもらうぜ。わかるか、こいつが。デュエルを断るならここでてめえを道連れにするまで。たとえ逃げ出そうともどこまでも追っていってな。いいだろう。そこまで覚悟ができているのなら相手をしてやろう。優勢をここにおびき出すために。クロートやら、もう一度聞く。闇のデュエルの決着がつけばどちらかの魂は消えることになる。始めたら後戻りはできなくなる。くどいぜ。俺の戻る場所を奪ったお前たちにそんな気遣いはされたくねえ。よかろう。だが一つ、このライディングデュエル、オートパイロットは切ってやらせてもらう。当たり前だ。ダークシグナーたちが使う自爆心、あの攻撃を回避するには自分のライディングテクニックを駆使するほかねえ。行くぜ。フィールド魔法スピードワールド、セット。デュエルモード、マニュアルモード。あれはシャチの地上絵だが、シャチの技を持ったダークシグナーはいねえはずだ。まさか新たなダークシグナーが現れたということか。でもおかしいわ、技がうずかない。じゃあ戦ってるのはシグナーじゃないってこと？急ごう。オートパイロットを切った時、先行後攻を決めるのは第一コーナーを取った方だ。いいな。ああ。スタートはどうする？ほらよ。安心しろ。あれはただの目覚まし時計だ。あのカウントがゼロになったらスタートでどうだ？とぼけたやつだ。さすがにブラックバードとあいつじゃ馬力が違いすぎる。やはり俺がこのデュエルで勝つためには第一コーナーを取るしかねえ。何？こいつこの速度でコーナーに突っ込む気か。だがブレーキング勝負なら突っ込むぜ。第一コーナーは私の勝ちだ。ブレーキング勝負と見せかけたのはブラウか。当たり前よ。そのでかい図体でコーナーにあの速度で突っ込めばアウトに膨らむのは当たり前。
ライディングもデュエルと同じ地味。